では今井選手です。フリーを終えて今どんなお気持ちですか？そうですね、出だしはいい感じでできてるかなって思ったんですけれど、でも昨日よりもちょっと緊張していて、それにちょっと体力も途中から切れてしまって、何度もふらついたりつまずく場面があったので、そういうところとか、あとジャンプのミスとかが悔しいです。ただ前半本当にこうジゼルを、ね、生き生きと待ってるような、そんな印象がありましたけど、昨日のショートとはガラッと変えて、ジゼルは楽しい雰囲気なので、自分も楽しんで滑ろうって思って滑ってました。グランプリシリーズ2大会終わりましたけども、どうですか？そうですね、良かった面ももちろんありましたし、自信を持って次の大会に行けるところももちろんありましたし、あとやっぱりでも課題に残った部分の方がたくさん大きかったので、2戦の経験を生かして次の試合でさらにもう自分のベストを尽くしたいです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。